にいた時からやっぱあのホテルとか観光のことに興味があって、あとどうしてもできるだけ早く英語を身につけたい、早く自分のものにしたいっていうものがあったので、その2つを並べた時にそれじゃあ海外に挑戦しようって決めて、ホスピタリティですごく有名なウィリアム・アングリスを選びました。まずフーデン・ビバリッジっていうのはこう主にこうお客さんへのサービスなんですけど、そのお食事であったり飲み物であったり、 そのサービス、本当プラクティカルなこともやりましたし、あとはそのサービスをする面での衛生面の勉強、ハイジーンの勉強、あとはコーヒーメイキングの勉強、もう本当にコーヒーが作れるようになるくらいのちゃんとした勉強と、あとセオリー的なこう同僚との関わりだったり、あのもっとなんていうんですかね、マネージャーとのこう関わりだったり、といろんな国から来た人たちとの関わり合い、文化の違いだったり、そういうところでどういうふうにこう一緒に働くのか、働いていけるのかっていう勉強もしました。とウィリアム・アングリス・インスティチュートはすごくモチベーションが高い生徒たちと、あと本当にプロフェッショナル、その業界で働いてきた先生たちと一緒に勉強と経験を積める場所なので、すごくおすすめです。インターンシップはウェスティンホテルで、シティにあるんですけど、そちらで働かせていただいて、主に朝食ブッフェのアテンダント、フーデンビバッジのアテンダントをさせてもらって、と朝早いんですけどお客さんが結構やっぱすごい忙しいですね。 でもやっぱチームワークがすごい必要とされてて、チームワークでもやっぱり英語なので、こうやっぱり自分で伝えるのも聞き取るのもやっぱ難しいですけど、でもみんなすごくやっぱ理解がある、本当にオーストラリア人だけではなくてアメリカ人だったりイギリス人だったり、本当アジアからのベトナム人の子たちだったり、とあとは中国人の子たちだったり、やっぱその中で働かせてもらっているのですごく楽しい、すごい難しい面もありますけど楽しいです。と何よりもすごいいいなって思うのはお客さんがすごくいい人たちなんですね。本当ちっちゃいミス、あ、まあ、ちょっと大きくてもミスを全然いいよいいよみたいな、そういう感じですごく楽しいですね。なんか失敗しても仲良くなれるっていう関係性がすごく素敵だなって思ってます。暖かいところのホテルで、あのやっぱりフード&ビバレッジのアテンダントとして、あの働かせていただきたいなと思ってるんですけど、とそこで経験を積んで、いろんなお客さん、いろんな同僚たちと会って経験を積んで、その後はとあの豪華客船というかクルーズにのアテンダントとして働いていきたいなと思います。そこっていうのはあのやっぱり海が好きっていうのもありますし、やっぱどこか一つのところだけで働くというよりもいろんなところを見たいっていうその思いがあるので、それと一緒に組み合わせて、もしクルーズスタッフって大変だと思いますけど、それクルーズスタッフとして働けたら一番楽しいかなって思ってます。